今日はですね、スピードヒートの、重さですね、どんだけ重いのか、どんだけ軽いのかっていうのを、やっていきたいと思います。まずは、ありがとうございます。まずはですね、この500ミリのペットボトルから、まあ500ミリなんで、測っていくと、まあ、530ぐらいですかね。はい。の重さです。じゃあこのスピードヒートはと言いますと、はい、バッテリー合わせて380ぐらいの軽さになります。軽い。すごい軽いと思いますので、なかなか体側には負担はかかりにくいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、以上です。